ヤニス・ハジはトルコイスタンブール出身のルーマニアのサッカー選手。レンジャーズ FC 所属。ルーマニア代表。ポジションはミッドフィールダー。父親は現役時代に東欧のマラドーナと呼ばれたルーマニアのサッカー選手であるゲオルゲ・ハジ。父、ゲオルゲがガラタサライ在籍時に誕生した。10歳の時にゲオルゲ・ハジフットボールアカデミーに入団すると2014から15。 シーズンは父親が監督を務めるビトルル・コンスタンツァのトップチームに昇格し、2014年12月5日に行われたホームのボトシャ2000でリーが1デビューを果たした。2015年5月29日にアウェーのボトシャ2000に初めてスタメン出場すると、その試合で初得点を記録した。6月にはチームのキャプテンとなった。 2015年8月の CS コンコルディア・キアジナでは、PK を失敗したものの、数日後の8月21日の ACS ポリ・ティミショアラ戦で、リーガ1での2点目のゴールを挙げた。10月に、ガーディアンにより、1998年生まれの世界で、最も優れた若手サッカー選手50人に選ばれた。二千十五年の春に、セリエ A のアクフ・フィオレンティーナが、保有権を獲得し、 イタリアでプロ契約が結べる年齢まではビトルル・コンスタンツァにレンタルという形で所属することとなった。2016年7月10日にオプションを行使し完全移籍することが同クラブ公式ウェブサイトにより発表された。移籍金は200万ユーロ。10月23日、カリアリカル初戦にヨシップ・イ・リチッチとの交代で途中出場しセリエ A デビューを果たした。 2017年4月、ゴールデンボー衣装にノミネートされた。2018年1月18日、FC ビトルル・コンスタンツァに遺跡金200万ユーロで復帰した。フィオレンティーナは将来の遺跡金の30%を受け取る権利を有する。7月には再びゴールデンボー衣装にノミネートされた。復帰後、公式戦53試合に出場して20ゴールを挙げた。 2019年5月25日、クパロムニエ決勝の AFC アストラジュルジュ戦に勝利し、初のタイトルを獲得した。2019年7月12日、KRC 変区に移籍し、5年契約を締結した。移籍金は、ボーナスを含めて800万ユーロや、ビトルル・コンスタンツァが、将来の移籍金の15%を得る権利を有した、上で1000万ユーロと、様々に報じられた。 ビトルル・コンスタンツァの代表者のゲオルゲ・ポペスクは将来の遺跡金の利益を得る権利を有していることを認めた。2019年7月26日、ベルギーファーストディビジョン A の開幕戦キロボルト、コルトレーク戦に途中出場してデビューすると決勝点を挙げて勝利に貢献した。9月28日、シントトロイ VV 戦では PK で異なる足でのキックから2ゴールを挙げ、 さらに手をボンボンダのゴールをアシストした。UEFA チャンピオンズリーグのグループステージは5試合に出場したが、チームはグループ再開に終わった。2020年1月31日、レンジャーズ FC に買い取りオプション付きのシーズン終了までのレンタルで移籍した。移籍の翌日、アバディーン FC 戦で移籍後初出場を果たした。2月5日、 ハイバーニアン FC 戦に先発出場し、決勝点を挙げた。2月20日、UEFA ヨーロッパリーグの SC、ブラガ戦で2ゴールを挙げて、3から2での勝利に貢献した。2020年5月下旬、レンジャーズに完全移籍したことが発表された。2020から21シーズン、チームは、スコティッシュプレミアシップで優勝した。このシーズン、リーグ最多となる11アシストを記録した。 2021年5月17日、レンジャーズの最優秀若手選手に選出された。ルーマニア代表では、U-15、U-17、U-18、U-19、U-21 の年代でプレーした。2018年9月11日、U-21 ボスニアヘルツェゴビナ代表戦では、コーナーキックから直接ゴールを決めた。その2ヶ月後、 UEFA ネーションズリーグのリトアニア代表戦にクラウディウ・ケセルトの交代で途中出場し A 代表デビューを果たした。U-21 ルーマニア代表として史上2度目の出場となる UEFAU-21 欧州選手権2019の代表メンバーに選ばれグループリーグと決勝トーナメントの全試合に出場した。 U-21 クロアチア代表戦と U-21 イングランド代表戦でそれぞれゴールを挙げてチームはグループ主位で決勝トーナメントに進出したが準決勝で U-21 ドイツ代表に2の4で敗れた父親はルーマニアのサッカーを牽引したゲオルゲハジであり当人も時代の同国エースとして期待されている父親のゲオルゲは 才能がありメンタル的な資質も十分だ。いつか、ルーマニア代表のキャプテンになるだろうと、息子、ヤニスを表している。プレースタイルとしては、両足を遜色なく使い、ラストパスやアシストに優れており、自由に動く10番と表される。父親が、ドリブルやスピードを武器にゴールに向かう選手であったのに、対し、ヤニスは、パスやアシストで、チームに貢献すると本人は、自己評価している。 ポジションは右 WG を主戦場としトップ下や CF としても起用されている。2019年夏には父がかつて在籍していた FC バルセロナがヤニスの獲得に興味を示していると報じられた。ありがとうございます。